連休やった。ガッタリップ塗ってないんだ。今日使ってたか。あった。お疲れ様です。ツヤツヤのリップは塗ります今日は。ソル2匹ありがとうございます。ほらリップってマジで印象変わるよね。前髪とリップ、ツヤツヤすぎんかこのリップ。最近食べてるグミ、これもう4つぐらい食べた。かわいい、ありがとうございます。サーカスとクラッカー、これを私がキミちゃんに広めました。そしたらキミちゃんも買ってくれたよ。あと今これを食べてた、今日はこれを食べてました。カラメリゼ好きなんですよあれ。あとは水。これはブドウのグミ、発売された日に買った。なんかずっと気になってて結構前に売ってたんですよ。なんか名前が変わってまた売り始めたらしくて気になって買っちゃった。セブンイレブンで買いました。これはなんか今は三角が一番好き。なんだっけ今何しようとした。あのね、キズシのこのさ可愛いカバンなのにね、見てミッフィーが2匹取れたんだ。縫わなきゃ。またありがとうございます。今日お出かけじゃなくてお仕事にしました。いろんなことがありました。今日はキャお楽しみにということです。こんばんは。お裁縫しないですよ、今ママがやります。そう見て、今日このねクマの服を着てるんですけど、この目も今日の朝取れました。なんでママに塗ってもらった。クローバーありがとうございます。指輪かわいいでしょ。なんかあこれ違った、なんか歪んでるみたいな。今日は物が壊れる。みっちゃんがえなちゃんびっくりするほど体が硬いって言ってるけど本当です。えんちゃんは体が硬いです。まあしょうがないんですけど、昔は柔らかかったんですよ。いろんな事情がありますよ、えなの足には。マジで踊れんのすごいよね、体硬いのにって思う。カチカチですよ。見たことある人知らないけど、オスなんでも絶対変わらん。髪の毛巻いてるよ。もう夜だから取れちゃった。ストレッチ動画はあげません。私は体硬いの、本当に硬いの。
そう、髪の毛めっちゃ伸びたくない？無駄に長くなった、嬉しい。けどは夏までに伸ばします。けどのストレッチを見せません。けどはね、そう、いろいろありまして、みっちゃん今やってんの？みよ、そう、なんか説明できないんですけど、足が悪いので私はあんまりそういうのを無理にやらないようにしているんです。私は本当だ、みっちゃんやってるじゃん。そうだから、何？あ、笑ってる、みっちゃんが笑ってる嬉しい。そう、なんかいつからか硬くなりました。何の話してんの、嬉しいみっちゃんショルーム越しで足を手術したら硬くなりました。だから皆さんも気をつけてください。早口言葉得意じゃないですよ。早口言葉ってなんであんなに難しいんだろうね。なんで滑舌って何なの。何が悪いの？舌が悪いの？口の中との相性が悪いの？舌が。調べよう。滑舌悪い原因。悪い。あれでしょ、最後のカミングフレーバーの音の割れたチャイムは知ってるよ。わ、だって滑舌が悪くなる原因として、まずは姿勢の悪さが考えられます。猫背なので、あれあれ、どっか行っちゃったんだけど、今読んでた部分。え、なる、あ、原因あった。姿勢が悪い、猫背なので姿勢が乱れると空気の通りが悪くなり声が出づらいです。だって、また首が前に出ているという、口がうまく開かないため、私じゃないか、首が前に出てるとは。猫背で首前に出てるさ、最悪の人間なんだ。声のトーンが低い、声のトーンが低い方も滑舌が悪く聞こえがちです。だって声低いですか、エナは。滑舌が悪い、リラックスができていない。あ、ワンチャンある、呼吸が浅い。だって声は吐く息と合わせて発するものなので、息が少ないと口や舌にパワーが伝わりづらいです。主に口呼吸をして、え、全部当てはまるんですけど、ビンゴ、ビンゴかな、書いてるよ。よくする方法の、思いっきり笑顔で笑う天井に向かって思いっきり舌を出す、母音だけで発音する。どういうこと、早口言葉、仰向けでゆっくり腹式呼吸をする。だって、難しい。難しいのでやめます。滑舌悪くて大丈夫です、もう。だって別にさ、生活に支障出るわけではないじゃん。
そこまで悪くない、まだ認めてないから、あの日が言えなかっただけって信じてる。青巻髪、青赤巻、ダメだ、このまだ言えない、巻髪が言えないんだよ。えのはきっとそうだと信じてる。今ちょっと言ったのにさ、できなくてさ、あってなった人きっといると思う。なんだっけ、青巻髪、赤巻髪、黄巻髪、めっちゃゆっくりなら言えるんだよ。それは早口言葉じゃないから言えるのか、誰でもそれも言える。やっほー、こんばんは。え、みんなじゃあ家で今家にいるなら言ってみて、青巻髪、赤巻髪、黄巻髪って。絶対言えないから、3回で、しかも早口で。でしょ、言えないでしょ。みんな舌噛んでてほらだってみんな言えないじゃん、ほら言えないでしょ。だからえのと一緒じゃん、とうとうありがとうございます。でしょ、ほら2週目以降が難しいんだって。エラと一緒じゃん、3回目になってあ終わるって思ったら気抜いてあってなるでしょ。きまき、きまきまぎ、あね、なるよね。青巻髪、青巻髪、きまきまぎ、ほらこれになっちゃうこういうことでしょ、キマキマギ、ほら普通にシンプルにこれになるんでしょ。よいしょ、サーカスとサルありがとうございます。青巻髪、青巻髪、ん、青巻髪、赤髪、あざと可愛いを狙ってるんですかなって、そう見えるなら全然狙ってないんですけど。青巻髪、赤巻髪、黄巻髪、ほらこれぐらいのスピードなら言える。なんだっけこれ、ミラボールありがとうございます。なんだこの毛、どこ、もうこう見てんの、うん、赤、青、黄、赤巻髪、青巻髪、黄巻髪、赤巻髪、黄、あ、もうダメ。え、しかもさ、あの台本確か全部ひらがなで書いてあった。嘘です、それは嘘かもしれない。上にひらがながさ書いてあったのかな、ひらがなの方読んでるからダメなのかな、そんなことない。青巻髪、青巻髪、あれ赤巻髪、青巻髪、黄巻髪、今言えた。なんかさ自分で言えてんのかもわかんないんだよね。だからさ、あん中で言うの一回は言えてんじゃないかって思ったんだよ、あの収録中に。ふと考えてみれば、もう自分の頭がパニックになって分かんなくなっただけじゃないかって思った。言える早口言葉あるの知らん。早口言葉ってさあんま言わなくない？だって言いますか、みんな普段に使う。新春シャンソンショー言えないわ。新春シャンソンショー、イエイ、ちょっと言えた気がする。あ、言えてないんだこれ。カラッカーイエイと東京
東京特許許可局局長おもろいマジそれ早口ではないの一切。クラッカーありがとうございます。青パジャマみたいなやつ言えない言えないよ。何だっけ青パジャマ赤パジャマパジャマ、そんなこと早口言葉あった今まで。クラッカーありがとうございます。赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ青パジャマ赤パジャマ、無理だよこんなん言える人いないだろう悔しい。もはや新人歌手新春シャンソン賞、いや本当にもう赤パジャマってなんやねん、頭こんがらがる。いやでもカエルポケポ言えないんだよねそれ、言えたことないレベルでない。カエルピョコピョコミクポコポコ、ほらこれガチでやってんだよガチでこれだったらマジでおもろいよな カエルピョコピコ、ほら何が悪いの本当に。カエルピョコピョコミポピョコピョコ真剣なのに強制のせいにするね。じゃあかわいい、ありがとうございます。こんだけでかわいいって言ってくれるのありがたき。だよね、難しいだけで。え誰かさ隣にいてほしい、お願いだからカエルピョコピョコ入れる人いてほしいもん。サーカスありがとうございます。ファイトありがとうございます。応援してもらえたわもう早口言葉から離れよみんな、かわいい。なんか違う話題ないですか。あじゃああと5分だけやります。第何回なんちゃら解明、お悩み相談室。じゃあ今日はあのゆっくりじゃなくて素早くお悩み相談に乗っていきたいと思います。もう困った時はこれやるっていうのに決めてるんで、お悩み相談室。シャッフル公演は楽しかったです中のかゆいところに手が届きません。それは他人に書いてもらうのが良いと思います。えでも今さ肩だけめちゃめちゃさかゆいんですよ。ほら見て、あ柔らかいんですよ。だから届くんです。なので肩のストレッチをしましょう。最近5時半に目が覚めてちゃう。いいじゃん、だってな、なんか起きれないんだぞ。人の目を見て話せないのはあの鼻のここを見るといいらしいですよ。誰に推しをとどめていいのか分かりません。それは好きな人でいいみんな押せばいいじゃないか。姿勢を良くしてる、それは絵の文字してください。お金を使いたいんだけど何に使えばいいって、そんな贅沢な悩みある。ちょっといいね、ちょっと羨ましいですね。じゃあえなちゃんに使おう。腕の傷どうしたでしょうね。これは書き癖です。お渡し会楽しみ楽しみ
サミフレのアルバム3枚ずつ買ったんですが、追加で購入した方がいいですか？どうですかね。まあ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 、買った方がいいと思ったら買いましょう。なんだこれ、こんなんでいいんですか？男性用の香水のおすすめの香り、わかんないけど、なんかさ、今白だっけ、なんかみんな好きな香り、石鹸とかじゃない、わかんない。エナは石鹸が好きです。おばべの返信はした方がいいですか？してくれたらエナはちゃんと見るし喜びます。いつも画面の左側なのはなんでなんですか？私はこの右側にコメントがあるから、右側のコメントを読んじゃいます。なので右側に寄ります。すいません、すいません。お渡し会のメンバーはランダムですか？お渡し会についてなんですけど、私も一つも知らないんですよ。なので詳細が出るまでお待ちを。え、これ本当にガチで知らないからね、多分誰に聞いても分かんないと思う。メンバークローバーと可愛い、ありがとうございます。返信に絵文字を入れても大丈夫なの？大丈夫だよ。そう、コメントが見やすいんですよ、こっちの方が。だからカメラ目線しないっていつも言われちゃうんですけど、目線が欲しい方は劇場へ。嘘です。ショールームでもなんか向けるようになりたいんですけどね。エナは醤油ラーメン好きです。今日昼ご飯がそれだったっていうだけなんですけど。かわいい、ありがとうございます。さあもう55分になる。エラは今日夜、本当はさっき質問箱をやろうと思ったんですよ。でも質問箱やってもみんな質問することあんのかって思って一回やめたけど、毎回やったら楽しそうにしてくれるからやろうかなと思って待ってる、待ってるじゃない、迷ってる。さあやるべきかやるのべきか、どう思いますか？あるんだ、質問することあるんや。じゃあ質問送ってね。明日返すとか言ってやんなかったら嫌なんだよね、とか言ってやるんだよきっと。楽しみにしてるね、みんなが質問送ってくれるの。自分の髪の毛めっちゃなんか変な匂いすると思ったら全然普通にさ、普通の匂いしたんだけど、え、なんかめっちゃ臭い、ここら辺ケンタッキーか今日。ケンタッキーの匂いでした。すいません、自分の夜ご飯の匂いでした。なんかさ、え、なんか、え、なんか自分の匂いと混ざってさ、すごい変な匂いになってる。すいません、ごめんなさい、臭いなんか言って。そうですよ、なコートのポッケで手つなぐの好きなんですよ。バレた、平均ですよね。そう、なんか映ってたらしい。恥ずかしいよ、バレちゃった、コートの中で手つなぐの好きなの。なんか恋愛感みたいなの話したことないからさ、ニヤニヤしちゃう。スタッフさんに言われた、めちゃめちゃニヤニヤしますね。
照れちゃうんですよ。そう、最近いろんな人ではないけどさ、すぐ照れますねって言われた。そうなんですよって言っちゃう、いつも。初々しいね。恥ずかしいんや、こういう話すると恥ずかしくなっちゃう。手つなぎたい人とか本当に分かんないんですよね。手つないだことないもん。かわいい、ありがとうございます。でもさ、自分手汗すごいんよ。だから握手会とかもさ、なんかさ、ちょっとごめんなさいって思いながらたまに手つなぐ。本当に手汗が止まんないんですよ、なんでか分かんないけど。だからそういうとこは恥ずかしいって思っちゃうから、怖いですね。恥ずかしい。照れ照れ。クラッカーありがとうございます。嫌なん、恥ずかしいね。でもコートの中で手つなぐのは好きです。なんでかわかんないけど、なんかキュンキュンするよね、そういうのって。よくわかんないけど、なんだっけこれ、レインボースターありがとうございます。ということで59分なので終わりたいと思います。まあいつか恋愛の話でもしますか、妄想話。ということでありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。クラッカーありがとう。じゃあね、バイバーイ。